どうも皆さん、こんにちは。どこにでもいる普通の女子高生、ピピミよ。はい、ということで、竹書房クエスト、教習ポプテピピック。さあ、やっていきましょうか。はい。はい、こちらですね。まあ、オープニングのこの、なんだ?画面?このタイトル画面。無音っていうね。なかなか見たことない。さあ、これちょっとね、やってあります。で、最初に開けると、ガチャを、急にね、いきなりガチャから急、いきなりガチャからね、こう出してくるっていう、この、尖り方ね。はい。まあ、こちらのゲーム、ポプテピピックのゲームなんですけど、まあ、いろいろ変わってまして、どこから説明したいんだろうな。はい。アニメ版ではなかったかな?まあ、ポプコがハンスさん、堀内さん、ピピミが伊勢さん、大塚さんという、これアニメではなかった気がするな。アニメではこの組み合わせはない。ちょっと女性側はよくわかんないですけど、男性側は、あれだよね、ライデンとスネークだよね、もう、完全にね。うん。で、まあちょっとどんなゲームかやってみましょう。この出勤っていうやつだよね。どっかで見たような画面っていうか絵が、こう、ずっと続いていくんですよ。この第2話とかね、スト2じゃん。俺がわかるのはね、これスト2でしょ?で、これは、マザ2やん。マザ2。マザーかもしんないけど。で、これドラゴンクエストやん。うん。ハラマスコイっていう字が見えますね、下にね。踊れば最後、日本全土がハラマスコイ。で、まだここまでしかちょっと進めてないんですけど、クソをクリエイトするピピニとポプコ。で、ちょっとこの第1話、ファーストステージだけやっていきましょうか。どんなゲームかっていうとね、すごいね、一番最初にね、ゲームセンターで、まあ、どこのゲームセンターにも必ず置いてある、昔からある、ビシバシっていうゲームだったかな。なんかそれのパロディですごい短く説明してくれるんですよ。ちょっと動画置いておきましょうか、ここで。ポプコと君が大暴走、詳しく。私が訓練教官の竹クソである。お前たちに許された行動は攻撃のみだ。3倍精神ゲージがマックスになったらすぐに押せ。許さん。押したら連打だ。ポプテピピック。はい、じゃあちょっとやっていきましょう。 Get ready。 こんな感じで、まあ放置ゲームですね。 Get ready。 ドスの効いた声。手も足も使わず丸太だけで倒してみせよう。ね、なんとか自慢みたいなこと言ってますけど。私を倒すって、お前それこのステージでも同じこと言えんの？あまり調子乗ってると正二十面体ぶつけっぞ。まあこれ多分原作にもあったセリフとかかな。決定的に欠けているものがある。そう、課金だ。はい、で左がポップコね、こういうので、二度とやらんわこんなクソゲーね。はい、クソって言いましたけど、はい、動画広告を再生しますって。これ動画広告を再生、ちょっといきますよ皆さん。なんだろう、マリルかな。なんだろう、ハムちゃんっていうね。まあこれちょっと一発目、これはな、ちょっと尖りすぎだな。まあどっかでね、見たことある漫画ライフウィン、何かな。ポプテピピック、これ再放送バージョンね。右下に再放送。貴様など手も足も使わず丸太だけで倒してみせよう。ね、かっこいいライデン。で、まあ僕らはこの竹書房の社員たちを使うと、そういったゲームだね。ちょっとステピピク気合が。曲決まった。ゲッレディ。
でこれね曲にもちょっと注目してもらいたいんですけどね、ライブアライブの原始人のやつの曲、なんか戦闘曲にすごい似てる。何もかもがパクリだからな。私たちもいい考え。なめくですわ。ね、これ最初ね30人ぐらいしかいないのかな。本気と書いてマジで怒るぞ。それをガチャでこうやって聞いていくんですけど、この参拝精神っていうのを使って連打でね。ハードラックとダンスっちまったね。ね、不運と踊っちまったぜっていうのをハードラックとダンスっちまったぜって言ってるんですけどね、これね。っていういろいろパロディーがありますよと。これもなこっち再放送版のステージついてみるか。私はエモいサイクロン爆薬だ。はい、スネークがね残儀の格好して残儀の格好はしてないな、残儀みたいなヒゲを生やして弱パンチをぶっ放していきますね。ではこれちょっと航空見てみますか。これはね、何のパロディかわからない。さあ、なんて書いてある？ヘルシェイク矢野のこと考えてる。ずっと。ずっとヘルシェイク矢野のこと考えてる。ジャックパンチ早いっていうね。で、右の後ろになんかガンダムの雪みたいな。はい。立ちからのね、スクリューパイルドライバー。ボタン3つ目バーンバーン。左後ろにはなんか仮面ライダーとウルトラマン足したみたいなやつに。よし、吸引力が変わらないただ一人のレスラー。ダイソンのセリフやな。ダイソンのキャッチコピー。キャッピー。はい、ちょっとくだらないんでやめましょうか。いや本当にね、何をするゲームかね、まあ、ただあれなんですよ、パロディを探すっていうね、そんだけだね。これとかね、わかるかな。こちらポプコ、大丈夫大丈夫、前方に竹処方社員確認。な、後ろね、多分パロディウスかグラディウスかわかんないんだけど、多分そんな感じだな。グラディウスかで、メメタね、カエルメメタ、はい、戦闘力って言ってますからね。なんて書いてあるこれ、メタメタヘミングウェイ。はい、ピピミ落としね、動き完全クロノトリガーのカエル落としだからね、これね、やってくれましたわ。こういうね、知ってるやつが来たらテンション上がる、うん、戦闘力。メメターメメターメメターって書いてあるね、あれね。たこ焼きが、たこ焼きかこれ、たこ焼きなのかな、ドーナツかな、ドーナツが飛び交ってますね。僕グラディウスやったことないんですけど、パロディウスでね、モアイが出てきて、そいつはドーナツみたいな玉飛ばしてきますからね、多分それ。何だ何だ、コナン君、コナン、でも里残党、ナメクですわ。ナメクですわ。これステージ3の3かで、もうこんだけ強いから、最後の天空の花嫁、ハラマスコイって書いてあったドラクエ5のパッケージによく似たやつね。あそこにたどり着くのにはまだまだ全然ダメなんだろうなっていう感じですね。で、これスピード速いと思うんですけど、やってます、私は。あ、これ新しいやつ。ダグドリオでしょ、これはもう完全に。3人いるし。何？いや、シンプルにピピミなわけがない。はい。
はい、まあこんなあれですね、一言で言ったらまあクソゲーです。これ言っていいでしょ、もうクソゲーってこんな。はい、でね、まあ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 、あと見せるたいものはこれかな。課金モード、課金しました私、500円かけました。まあ後悔はない。うん、じゃあちょっと課金をしたことによってタイトルが変わります。こうなります。はい、上坂すみれさんのねポップテームエピックが流れるわけです。ちゃんとあれかな、歌詞まで入ってるのかな。あ、歌詞も入ってますね。あんまりこれ流すと NG がかかっちゃうんでちょっと消しますけど、なんかね、多分ね、レアタイトルで、クロノトリガーパロディがねあるのよ。ちょっとそれをねちょっと見せたかったけど、まあレアっぽいから出ないな。いや、募集広告ガチャ、これね左上のこれ履歴書なんですけど、履歴書を5万枚ちょっとね今あります。これ1枚につき1キャラ、そう、1枚で1回ガチャができると。で、採用情報がこんな感じです。一番上の平社員、これが一番ノーマルかな。ノーマルキャラが 0.2% 以下で、ほとんど 99.8% なし99.8% なし、すごくない？で、平社員のこの人数はこれだけいてね、すごい名前がねすごい適当、月を漢字に変えるやつ、みなずきとかはずきとか、なんかシスプリをね思い出すんだけどね僕はね。なんかシスプリのキャラも全員なんか月じゃなかった？ちょっと覚えてないけど、ウルード氏29郎とかねなんなんこのセンス。で、役員が一番上なのかな？そうだね、役員が一番上だね。じゃあ、ガチャ行っていきましょうか。こんな感じになっております。はい、サザエさん方式ですね。で、この黒いのが、何もない、黒は何も外れだよっていう。ん？黒は、まあ、黒は平社員か。黒平社員で、おそらくだよ。で、銀色が、主任、ちゃうわ。多分、銅色が、主任かな？銅。で、銀色が課長。で、金色が部長。で、虹色が役員。で、左上見てもらうと、履歴書をバンバン今使ってますね。で、一体も入らない。うん。もう300枚使ってるか。もう300枚使っても、一人も、この竹書房に入ってくる輩はいないと。これね、ずっと見てるのもいいんですけど、どうなるんだろうな。多分、20分、30分ぐらいかかりそうかな。なんで、ちょっとスキップしましょうか。ずっとね、この映像しか流れないね。もうどこタッチしても。はい。はい、平社員、平、あ、主任、平、もうちょっとこの頭がおかしくなる感じになりますわ。これ連打しましょう。うるせえうるせえ。課長とか出てこないかな。課長、部長、別にさ、なんだろう、課長部長が出て、お、このキャラあるじゃんっていうのは一切ないんだよ。ねえ、ちょっとバグるからちょっとスキップしようか。うわあ、これは外れた。99人入ってきましたが、主任止まりですね。5万枚使って全員
全員主任か平社員っていうのはなかなかちょっと今年はちょっとポンコツが揃ったなーって感じだね。まあ、2000ちょっと上がったけど、部長1人とかでね、全然変わってくるからね、これね。何を真面目にレビューしてるんだと。はい。まあ、以上ですね。こんな感じです。まあ、すごく斬新なゲームだなって思いますわ。わしゃ。あ、出た。レアタイトル画面。レアタイトル画面出た。そう。あのね、レアタイトル画面がね、いろいろパロディーしてて面白いんですよ、これもまた。いや、よかった。これ初めて見る。あれだね、フレンズだね。で、雲になってるね。ポップことピピミちゃん。雲になってるけど、モザイクはそのままっていう。これ何パリパークだろうね。こういうのを探すの面白いよね。なんかタイトル画面に戻るってずっと繰り返してたんですよ。そしたらこうなりました。てててん。曲も変わるんやな。来た。いや、出なかったんだよこれ。クロノトリガータイトル、めちゃくちゃあれしたわ。タスクキル再起動。曲もっぽいな。はい、ということで、まあお好きな方はね、こういうパロディとかお好きな方で、まあ特に今やるゲームないわ、忙しいしみたいな感じの人はね、まあ適当にやってもいいんじゃないでしょうか。まあ僕パロディ好きだし、ポップテもアニメ見て面白かったんで、本当になんか寂しくなった時やろうかな。はい、ということでご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、コメント、評価お待ちしております。よろしくお願いします。はい、バイバイ。おやすみなさい。めっちゃ回ってんな。